はじめまして、私は日本の伝統入れ墨で、今すごく継承者が少なくなってしまったの、要は全部手で、入れ墨を彫るっていう、まあ、総手彫りって言われるんですけど、全部手で入れ墨を彫る、入れ墨師の、彫り名と言います。うちの師匠と出会って、その全部総手彫りやってる師匠がいるんですけど、その人と13年ぐらい前に出会って、その前は自分もマシンで、海外アメリカから輸入したマシンで道具学でやってたんですけど、うちの師匠と、まあ、タトゥーイベントを仲間同士でやろうっていう時に初めてお会いして、でその時にすごい興味というか、まあ、その師匠の作品とかもすごくかっこよかったんで、で惹かれていって、で手彫りにもちろん興味をすごい持って、でいろいろ悩んだ時に弟子入りしたっていう形です。それ13年前です、約、はい。まあ、今そうですね、世界的、まあ、日本もそうですけど、ほとんどやっぱりそのタトゥーマシンっていう機械を使って、入れ墨を彫るのがほとんど主流で、まあ、だんだん本当つい最近ですけど、手彫りっていうのも、まあ、海外の人もやっぱり日本の入れ墨がすごく好きなんで、で手彫りのキットとかも売られ始めたんで、昔は師匠から代々伝わられないとそういう道具とかっていうのはなかなか手に入らなかったんですけど、本当近年そういうキットとかも出てきたんで、手彫りに興味がある人で、まあ、ほとんどグラデーションぼかしだけですけど手彫りでやる彫り師さんも増えてるんですけど、要はラインからグラデーションまで全部を手で彫る人っていうのはやっぱり本当に日本でも数パーセントというぐらい、非常にやってる人はすごい少ないですね。もちろんマシンの方が特性を生かしたデザインとかもいっぱいあるんで、そういった意味ではあれなのかもしれないですけど、なんていうんですかね、やっぱすごい少ないで継承して、ですごい技術だっていうのがあるから、それをやっぱ後世に残すには自分がやり続けなくちゃダメじゃないですか。そうだから、そういった意味でやっぱり続けていきたいのと、マシンをやっぱ考えたことあるんですよ。別に日本の入れ墨じゃなくて、海外のね、レタリングとかポートレートとかって言われてる、あとグラフィティアートとか、そういうのはやっぱマシンの方がもちろん向いてると思うんですけど、もしそこでじゃあマシンを自分が仮にまたもう捨てたにも関わらずもう一回戻して、じゃあそれでやったとしたら、明らかにマシンの方が楽なんで、将来体がしんどくなったらマシンの方にやっぱりこう行ってしまう可能性があるっていう、そういった意味でやっぱり一切マシンを握らないで、手彫りにどんなデザインに関しても全部手彫りでやっていきたいっていう自分の考え方と、まあ、あとは単純に人それぞれ考え方がいろいろあるんであれなんですけど、自分としてはその入れ墨だけで見てなくて、やっぱり一つのものづくりだとかアートとして見た時に、やっぱりオールハンドメイドのものっていうのがやっぱり最高に価値があるものじゃないですか。やっぱりどのジャンルにおいても、やっぱり、まあ、造形のね、ああいう芸術品とか見てもマシン彫りでやったものと手彫りでやったのって運命の価値の差がついてるんで、だそういった意味でやっぱり自分的にはそれは入れ墨当てはまるかどうかっていうのは人それぞれの考え方があると思うんですけど、自分としてはやっぱり一生もんだし、やっぱり価値っていうものはすごく大切だと思うから、やっぱりどんなに大変でもやっぱオールハンドメイドを全部手で作る入れ墨っていうのは自分はやっぱり一番魅力を感じるというか、だからこうあれですね、一生続く限り全部手で入れ墨を彫っていきたいなというのと、単純、まあ、あとはもう本当そういう理論とか 理屈抜きに、単純にやっぱりすごい難しいですけど、逆にそれが自分を高めることになるんで、ある意味修行みたいな感じで自分を高める手段にもなるという、やっぱり本当にいろんな意味でメンタル面とか体調面とかいろいろコンディションを整えていかないと、なかなかいいクオリティの作品ってなかなか難しいので、作っていくことが、だからそういった意味でその自己管理というか自分を高めるための手段であるっていう部分だったりとかですね、あとは本当シンプルにただ好きだっていうと思いますけど、はい、そういう感じです。